いよいよ首都直下型が来るんじゃないかと、この身近に感じないといけない状況が迫ってると僕は思うんですよね。はい、皆さんこんにちは、隊長です。今回はね、気になった地震が発生したので、動画を回してるんですけど、10月23日にね、和歌山県北部で地震が発生しましたと。で、地震っていうのはね、発生すること自体別に全国各地活断層があるんで珍しくはないんですけど、僕が気になった点っていうのはね、気象庁が数年に1回くらいしか起きない地震が発生しましたっていう発表をしたんですよ。これについて南海トラフ巨大地震が起きるんじゃないかと思ってる方であったりとか、それぐらいの規模の地震発生するんじゃないかっていうところがね、すごく気になってる方が多いのかなと思うので、それについてお話ししていこうかなと思うんですけど、まずね、10月23日に和歌山県北部で発生した地震の概要について簡単に説明します。10月23日の午前7時8分頃にマグニチュード4の地震が発生しましたと。それによってね、和歌山市とか紀の川市っていうところが、震度3の揺れを観測したっていうところがまず一つ目。そこから10月23日の17時の段階なんですけど、震度2の地震が4回、震度1の地震が3回、合計1日で8回以上の地震が起きていると。これもね、浅いところで起きてますよね。で、まず気象庁っていうのが、特段この和歌山県北部っていうと、よく地震が起きてますよねっていうところがまず発表してるんで、いつも起きてるから、そこまで心配しなくていいよって言ってる割には、数年に1回くらいの頻度しか起きないって言ってるんですよ。で、ちょっと僕が気になった点っていうのが、まず、このエリアっていうのが何があるのかっていうと、皆さんご想像通りですよね。和歌山という南海トラフじゃないかと思われてる方かなり多いと思うんですよ。で、僕も南海トラフエリアっていうのはね、神奈川から巨大連動した場合、九州全域まで行くんじゃないかっていうところからね、あって、このプレート境界付近で起こる地震っていうのは、大地震の前兆とかに繋がらなかったらいいなと思いながらいつも見てるんですよね。この和歌山県とかやったらね、南海トラフの地震がね、プレート境界付近で海溝型地震がバーンってなった場合に、津波の高さがね、約8メートルとかが被害想定出されてたりする、危険な場所でもあるんですけど、僕はちょっとここから、南海トラフの対策っていうのももちろんしていかなあかんし、日向灘のね、初めての臨時情報が出た時に、皆さんが防災を見直した対策っていうのはね、危機管理今薄まってると思うんで、さらにもう一度見直すっていうところは大切だと思うんですけど、僕が気になった点っていうのが、この和歌山県北部で起こっているところでどういったものがあるのかというと、南海トラフの境界付近っていうところだけではなくて、皆さん中央構造線断層帯っていう言葉聞いたことないですか？この断層を簡単に言うと、日本列島の西半分を縦断するめちゃくちゃでかい、最大級にでかい断層帯なんですよ。全長で言うと約 444km もあるとも言われてるな、444のね、都市伝説的な数字もちょっと絡んでるっていうところが、あるんですけど、それは一旦置いといて、奈良県から大分県まで続いてますよっていうところはまずポイントの一つですと。で、この活断層帯っていうのは、極めて活発であり危険な断層帯とも言われてて、過去にも震度7クラスの地震が実際発生してるんですね。熊本地震もこの断層帯っていうのが影響していると。でね、この断層帯っていうのはね、四国とかでも有名な断層帯であって、皆さん4月17日にね、豊後水道でマグニチュード 6.6 の地震が発生した覚えてないですか？すごく、うわ、南海トラフじゃないかみたいな、すごく騒がれたあの地震ですよね。ただ、あの時なんで臨時情報が発令されてなかったのかっていうと、マグニチュード 6.6 だったからなんですよ。臨時情報が発令される条件として、マグニチュード 6.8 とか、スロースリップ確認されたとか、そういう条件があるんですけど、ギリギリ被らなかった。ただ、ギリギリ被らなかったけど、南海トラフの可能性って極めて高いエリアですよねっていうところから、豊後水道で、何年かぶりに地震が発生して、震度6弱の地震の揺れを観測してるんですよね。で、そこから皆さんもうわーってなって、で、8月8日ですよ、日向灘でマグニチュード 6.8 の地震が発生したと。でも皆さん大パニックになって、お米がなくなる騒動とかに繋がったんですけど、ここでもそうなんですよ。豊後水道も中央構造断層帯なんですよね。で、今回和歌山県北部も中央構造断層帯なんですよ。
つまりこの断層帯が活発になってるっていうことは、この断層帯って内陸型の地震で、まあ南海トラフとかで海溝型の地震なんですね。まあ陸で起きる地震なのか海で起きる地震なのか、それによって全然特徴が違いますよっていうので、まず簡単に言うと、陸で起きる地震っていうのは阪神淡路大震災とかですね、縦揺れの単発的な短時間で爆発的な揺れがブワーって起きるのが、これ内陸型の地震、まあ陸で起きる地震の特徴ですと。で、揺れてる時間も数秒から数十秒。ただここから次、海の地震っていうのが、まあ、このパーンですよね。歪みが溜まっていって、パーンってなった、この海の地震っていうのは、揺れがすごく長いですよ。数十秒から数分の長さ。東日本大震災ではもう3分以上揺れが観測されたっていうこともあって、あとはね、横揺れです。縦揺れで、ボーンって、単発的に短時間でドンって揺れるっていうよりかは、長時間こうやって横揺れが起きると。で、この一番怖いのが津波ですよね。で、阪神淡路大震災とかの内陸型で言うと、家屋の倒壊ですね。もう木造の家がぺっちゃんこになりましたとか。で、この中央構造帯っていうのは熊本地震も関連してるよっていうところから、熊本地震も縦揺れの内陸型の地震で、新築の家が倒れたっていうところがまずありますと。で、僕は今回この地震で、まあ数年に一回ぐらいの地震が発生したっていう気象庁の発表を見てすごく思ったのが、南海トラフ地震っていうのがね、もう発生確率も 70-80% で高いのも分かってるんですけど、いよいよ首都直下型が来るんじゃないかと。これって南海トラフと同じ規模の匹敵するぐらいの被害が出るんですよ。なんか首都直下型って聞くと、なんだろうな、東京とか千葉で起こることっていうイメージないですか？だから全く関西とかに住んでる方で言うと、あ、全然違う人の話なんだみたいな感じで思ってる方多いと思うんですけど、いや全然もうもっと身近ですと。で、この身近に感じないといけない状況が迫ってると僕は思うんですよね。なので今回ちょっと動画を回したっていうのが僕のまあ思いですと。じゃあ何が違うねっていう、どう対策していったらいいねっていうと、まず防災グッズっていう、まあ、備えが全然違いますよっていうところがまず1点で、どういう違いがあるのかというと、内陸型の地震っていうのは短時間で爆発的な力が縦揺れでブワーってなるんですよ。だから家の倒壊率ってめちゃくちゃ高いんですよ。新築の木造の家が倒壊したというのは熊本地震で実際あるんで、倒壊率が極めて高い木造密集地域であったりとか、こういった言われるね、まあ木造の家が結構並んでる住宅街だなみたいな思う方は特に注意ですと。で、何が注意かというと、家がぺっちゃんこになりますよっていうところがまず1点。で、2つ目っていうのが、火災が炎症してしまいますよっていうところが2点目のこの危険なところですと。じゃあこの防災グッズっていうのは、自分の家が住めない状況が発生してしまうっていうことを大前提に防災対策していかないといけないんですよね。この内陸型の地震の防災グッズ、まあ被災生活を送るためのグッズですね。例えばこれ何入ってるのっていう、水とか非常食とか着替えとか、ストレス対策の、まあ、寝具とか、まあ、寝るような対策とかね。こういったものを、被災生活を送るための防災グッズっていうのは、置く場所のポイントがあって、これは屋外です。屋外。これを屋内に置いてると、取り出せない可能性が極めて高い。これが、まあ、内陸型の特徴なんで、まず、外がある家、まあ、庭があるとか、庭のところに倉庫があるとか、倉庫に入れるとか、あとは、ベランダ、バルコニーに置くとか、その、家の中に、この被災生活で送るための防災グッズっていうのは置かないようにしてほしいなと思います。で、次に僕が大切だと思うのは、非常持ち出し袋の選定をちょっと変えてください。で、このちょっとって何かっていうと、極力もう必要最低限しかダメですと。まあこれは開口型も一緒なんですけど、とにかくもっと迅速に逃げないと間に合わないんですよ。この内陸型の地震っていうのはね、縦揺れ短時間で爆発的なやつが来るんですよ。開口型っていうのはゆっくり揺られて、ゆわーってなっていくんですよ。この違いで、開口型の方が、まだ数秒逃げれる時間があるんじゃないかと。まあ、阪神淡路大震災とか、まあ、夜中とかに短時間の爆発的なやつ来たら、逃げれること、ほぼ難しいんですよね。ってことはですね、本当に極力、非常持ち出し袋に水入れてるとか、非常食入れてるとか、こういったテレビのね、防災バッグのやつ見た時に、僕はもうショックやったんですけど、もう防災バッグ、まあ一次用と二次用っていうのを分けないといけなくて、一次用っていうのは非常持ち出し袋ですよ。二次用っていうのが被災生活を送るための防災バッグですよ。この一次用に、本当必要最低限だけにしておいてほしいです。で、僕が言ってるのは、ライト、モバイルバッテリー、笛。もう最低限これです。で、持病ある方とかはもう薬ですね。ってことは、これぐらいで終わるわけですよ。こんな、ポシェットみたいな。
本当そのレベルしか無理です。もう内陸で揺れが感じたら、とにかく安全区域にすぐに逃げて、まあそこで倒壊するかもってなったら、もうすぐに外に避難するっていうところがポイントになってくるんで、内陸型と海溝型がまず全然違いますよっていうところで覚えておいてほしいな。で、まあじゃあ海溝型の一番の防災対策って何っていうと、津波の指定避難ビルをちゃんと把握してるのか、津波の到着時間をしっかり把握してるのか、例えばね、和歌山行ったら、南海トラフのこのエリアで発生したら、津波の到着時間って40分ありますって言われるのと、いや、このエリアで発生した時は、津波の到着時間って10分ぐらい来ます。高知県だったら、早くて1分ぐらいで来るとか言われる場所があるんですよね。こういうの知ってるか、時間を把握してるかとか、ある程度の目安を知っておかないと、もう大パニックになって、もう自分の思考回路がもう停止して、本当にちゃんと冷静に考えたら分かってたなっていう判断ができなくなってしまう可能性もあるんですよね。なので、海溝型地震っていうのは津波の被害が一番大きいんで、津波からどうやって逃げるのかっていうところで、まずは情報収集っていうのが一番大切ですと。で、情報収集っていうのは、津波指定避難ビルどこなのとか、海抜何メートルなのか、ここがね、川を遡上してくるって聞いたことあるけど、近くに大きな川ないかとか、小さな川ないかっていうところがポイントで見ておかないといけないですね。で、見た上でどうするのかっていうと、自分の逃げる通路、まあ逃げる退路にそこが被ってないかですね。川が近くにない川を横断しようとしてるっていうのは、今度もう論外ですよ。津波指定避難ビルって、一箇所どれぐらいであるの、5分圏内にあるのかとか、なかったら高台ってどこなのっていう。まあ、海抜何メートルなのか、高台ってどこなのかっていうところがポイントになってくるのかなっていう。まあ、この違いっていうのをね、知っておかないと、本当に助かったはずの命も助からなくなってきます。これがね、自分一人だったらね、もう自分の判断っていう諦めつくかもしれないですけど、自分の大切な人が自分の間違った判断で、命を奪われてしまったら、本当に生きてる心地がしないと思うんですよ。で、これはもうね、過去の大地震を見ても、まあ、数多くの尊い命が奪われたんですよ。まあ、その奪われた命っていうのは決してその人たちが判断を誤ったのかっていうところではなくて、やっぱりこの自然っていうのがね、人知を超えてくる。まあ皆さんの想像を超えた、遥かにもう想定外のことが起こったから命を奪われてるんですよ。どこまでこの想定外を減らせるか。まあ、これって想定範囲内だよねっていうことをどれだけ増やせるかっていうところをもう一度知っておかないといけないなっていうのは僕が感じてる防災なんで。もし皆さんがね、大切な人と、まあ、防災をまだやってなかったなとか、ちょっと防災甘かったなっていう思うことがあれば、最低限、家族で話し合うっていう防災を進めてもらえたらなと思います。はい、今回の動画はね、以上となります。